さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々元気にします。はい、元気でございます。そんなお二人に聞きます。はい、痛い、怖い、痛くない、この3つのイメージから思い描くところはどこでしょうか。トレーニングジムだとか、プロレスだとか、何そういう系、どういう系、怖い、行きたくない、なんか思い浮かぶところ、病院、病院、はい、病院だよね。そうだ、その中でも歯医者ってちょっとね、はい、確かに怖いですね。行きたくない病院のかなり上位に入ってくるんじゃないかと思うんですけれど、特にお子様たちはね。そうですよね。ということでですね、今回まずご紹介するのは、患者様が喜んでさらに楽しく健康維持のために行きたくなるような歯科医を目指しています、こちらの企業様です。長い生涯を過ごす上で健康な歯は私たちの生活に欠かすことのできない存在となっている。しかし平成23年度厚生労働省の調査によると、日本の成人およそ 80% 以上が歯周病に悩まされているという深刻な現状が浮き彫りとなった。そんな予防のための歯科医療を理念とし、誰もが望む口内の健康を守り続ける男がここにいる。医療法人社団池田会理事長、池田豊。子供から大人まで通いやすい歯科医院をコンセプトに、インプラント治療をはじめとする将来を見据えた様々なサポートで患者のクオリティオブライフの向上に貢献し続けている。今回は池田豊をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。歯を失った際に、今まではブリッジとか入れ歯もありましたが、歯茎の中に、チタンの柱を立てて、そしてこう歯をかぶせていくという。チタンってなんか体と合うって言いますよね。僕らもこう膝手術した時とか入ってるんですけど、なんかマッチするらしいですね、体とね。アレルギーとかも少なく、はい、普通歯がなくなって歯茎をこう開きます、はい、間、歯と歯の間ですね。抜いて骨、穴が埋まってから、はい、穴を開けてこうインプラント入れて蓋をしておきます。縫って、これで 2,3 ヶ月ぐらい待つんですね。そして骨とインプラントがくっついたら、はそういう風にするんですか。くっついたら、今キャップを外して今度土台を立てて、へ、あとはこうセラミックとか歯をかぶせて。ああ、今2つ、あ、なるほど、大きな手術ですね。そんなことないんですか。今どんどん簡単になってきまして、例えば CT で自分で設計するんです、はい、そうしまして、例えばこういうものを作ってくるんですね。これが例えば自分の歯茎だと思うと、はい、それをこう CT でスキャンしまして、じゃあどこにこうインプラントを打つとかっていうと、そこだけ、これをこうパッとはめて、そこだけしかもう穴を開けないという手術もできるんですね。なるほど、なるほど。こうパンチングっていって穴を開けて、もうそこしか開けないと、これは縫ったりも何もしないので、この穴からも全部インプラントを入れていくんですね。こう下の骨の中に入れるんですよね。そうですよね、はい、顎の骨といいますか、そうですね。インプラントの治療っていうと、やはり歯に、歯茎にですか、骨に埋め込むので、ちょっと不安だなーなんて思いがあるんですが、今はCT で正確にもう本当に実寸で測れるんですね。骨が、神経があるところまで何ミリだって分かったら、それ以上打たなかったらいいわけなので、それはぴったり分かりますから。あとはどんどんやっぱり進化してますので、抜く前から一度相談させていただいた方が、抜くのと同時にインプラントを入れることができたり、ですぐに仮歯まで入れることができたり、まあ、条件によりますけれど、はいはい、どんどん痛くなく腫れなく、期間も短く、インプラントを入れたらだいたい下だと2ヶ月、上だと3、4ヶ月待ってと、あと骨を作ったりとかそういう期間がなかったら、もうそれであとはもう型を取って、歯を入れることができます。非常に技術が向上してきたんでしょうね。我々若い時なかったですもんね。現役やってる時なかった、インプラントって。海外にはあったらしいんですけど、はい、僕もここないもんで、僕がなんか色が違ったりとか、そういうイメージも私昔はありました。今はもう本当にセラミックの技術もどんどん進歩してますしてね、ほとんど自分の歯と分からないように
入れることで合わせてくれてみんなできるんですよね、はい、あとやっぱり入れた時はいいんですけれどね、うん、経年的にやっぱり歯も色が変色してくるので、うん、それに合わせてやっぱりまた変えなければならなかったりとか、うん、あとホワイトニングをして変わってしまった自分の歯の方をそのセラミックの方に近づけるとか、うん、そういうことも結構でも持つんですよね。ぐっと、まあ、5年生存率でやっぱり 95% 以上、96、7。あ、そうですか。やはりあの入れ歯、今まであった入れ歯とかブリッジとかですと、うん、噛む力が普通の人でもやっぱりあの 5、60キロぐらいこう出たりするんですね。で、例えば石川遼君なんかの、はい、インパクトの瞬間200キロ以上こうかかるって言うんですが、ですか、それをこう歯の本数がどんどんなくなっていって負担がこう増えてくると、あのマンションの柱じゃないですけれど、やっぱりこう一歩一歩にかかる負担が増えていって、どん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 ダメになっていってしまう。でもインプラントを入れることによってやっぱり柱をまたあの増やしていけば、今まで歯があった時と同じような環境で自分の歯を残すことができるっていうふうに。ああ、環境に近いんだね、はい、しっかり柱あるわけですよね、骨としてあるわけですよね。そうすると奥歯でやっぱりしっかり物が噛めるとなると、認知症になるリスクも少なくなってくるし、立って歩けると、で健康寿命がどんどん伸びてくるんですね。やっぱり平均寿命で80何歳とかありますよね、はい、でもベッドに寝ている時間が長いとあまりこう寂しいじゃないですか、うん、でもその時間をだん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 こう短くするというか、立って歩いたり普通に生活できる時間を長くしましょうということで、今世界的にやっぱりインプラント普通されてる。そうなるか、やっぱりね、はい、やはり先生一番インプラントを勧められますか、やはり、はい、自分の親にもやっぱりインプラント入れてますし、あとやっぱり友達にもやっぱり入れてと、友達ってやっぱり歯医者なので、やっぱり自分で何を選ぶか分かってるんですよね、うん、そうするとやっぱり入れ歯って、うん、まあ、実際入れ歯ってこんなのも入れてられないよと、はい、痛いし、あのよく匂いもつくし、でカタカタして前後の歯が揺さぶられてやっぱりダメになると。そしてブリッジもやっぱり前後の歯はやっぱり削りたくない、うん、でその歯だけで、例えばダメになった時もブリッジだとその前後の歯もダメになっちゃうけれど、うん、インプラントですとそのインプラントだけまた交換することができるんですよ、うん、でそうすると自分の歯にこう被害が及ばないと。高齢の方でも平気なんですか？あの高齢の方でも80歳以上でもやっぱり入れてる方は何人もいます。80歳でもやっぱり体が健康であれば、はい、全然打つことは可能なんです。続いては幼少期からの予防歯科を推奨する池田に、成長のタイミングに合わせた治療を行うその重要性について聞いた。まあ、インプラントと矯正と予防をメインでやってるんですが、矯正はこの矯正ですか？歯並びを、いろんな種類ありますよね。でも、そうですね、やっぱり若い時からやったが一番いいんですか？やっぱりこう受け口の人だと、あ、小さい頃あのこう俗に言うしゃくれ顔っていう、はい、願望が出る前にやった方が骨格からこう予防できるんですよね。あの知らないうちに受け口なんだけどって言って成長期とかを超えてしまうと、いきなりこうグーンとなって、あ、こんなに出ちゃったと。それを治すのに今度切りましょうになるんですね。骨を切って入院してと。あ、そういうことあるんですか？小さいうちからこうあの予防しておけば、そういうふうな願望にならずに済むとか、あと大人になってやっぱり出っ歯の人とかも、大人になってこう歯だけでセラミックだけでこう並べたって言ってもやっぱりちょっと出っ歯の願望が少し残ってるとかっていうことがやっぱり予防しやすいので、小さいうちからの方が早いですね。あと抜かずにこう顎をちょっと広げたりして、抜かずに並べられるという、こう選択肢がどんどん増えてくるんですね、小さいうちからやった方が。日本はまだ小さいうちからっていうのはそういうのまだ少ないんですかね、予防。いや、最近はもうどんどん増えてきてまして。予防に来られますか、やっぱり、はい。やっぱりあの実際やらなくても、あの学校の定期検診でもあのその歯並びのコーナーが項目があるの で、ね、でそこにやっぱり丸がついてくると一度相談してみてくださいって言って、やっぱりやるやらない別として相談にお見えになってくる方は多いです。日々進化する医療の現場で池田はある取り組みを続けてきた。資格もね、国際口腔インプラント医師学会っていう、こういうのがあるんですね、やっぱりね。そうですね、はい。今海外でも勉強ってまだされてるんですか？一応この ICOI という学会と、はい、あとそれとあとニューヨーク大学 のコンティニューエディケーションコースといって、あの歯医者になってからやっぱり勉強しましょうと、はい、そこのコースリーダーをやらせていただいてて、世界32カ国ぐらいからいろんな先生たちが来るんですが、うんうん、で日本からももう今年13期生が始まって13年ぐらい続いてるんですが、
ワールドスタンダードな治療を身につけたいという先生たち、まあ、そこはインプラントなんですが、あで世界の高名な先生方をそのニューヨーク大学にこう呼んでいただいて、で日本からやっぱりインプラントのやっぱりこういうのは基準になりますとか、高度な治療までできるようにっていうふうにこう募集してこう学ぶ環境を提供するようにしています。常に勉強なんだよね、どんどん良くなってくるんだけども、先生方っていう常に我々もそうだけど勉強していかなきゃいけないっていうことだね、はい、皆さん池田歯科さんにいらっしゃる方ってもう最初からインプラントお願いしますっていう方が多いですか？いや最初はそんな気もなく、ただ抜いちゃったらとかっていう場合ですね、やっぱり見てレントゲン撮ってみてやっぱりみんな抜かなきゃダメだなって思ってくる人って少ないじゃないですか、はい、残せるかなと思って、でやっぱり残念ながらちょっと残せない場合も出てくるので、その際はちょっと治療の選択肢だとやっぱり入れ歯ブリッジインプラントっていったやっぱりメリットデメリットを説明させていただきます。一番やっぱりこう噛めるし手入れも楽ですし、なのでそう選ばれる方はどんどん増えてきてます。じゃあこれから変わっていきますね多分。いや本当に今はお子さんたちが記事のお祝いにとか、お母様に、はい、インプラント入れてあげたいんだけれどいくらぐらいかかりますかと相談にか、来る方たちもいますし、インプラントって埋めてるとはいえどやっぱり入れ歯みたいに毎日外すものではないってなると全然感覚もやっぱり食事がまず変わってくるって言います、今まで私だけ、入れ歯になるとやっぱり 20% から 30% の硬いものでしか噛めなくなるんですね、で私だけちょっと食事が時間がかかったとか面倒だからもうあまり食べないようになったとか、みんな違う食事を作って食べてたっていう方がやっぱりインプラントになると今度子供と孫と同じ食事を食べられるようになると、どこ行こうって言ってもこう外食も楽しくなるし、旅行に行くときにやっぱり入れ歯だとこう外して夜寝るときに置いとくのが嫌だという方がありますね。インプラントはそのままでいいし、やっぱりその土地土地の美味しいものも食べてやっぱり行くのが楽しくなったと。インプラントちゃんと骨さえあれば歯を抜くときより痛みが少ないです。で条件さえ良かったら本当に先ほど言ったようにそこだけ穴を開けて入れられれば、あと抜いてすぐに入れられれば本当に痛みや腫れっていうのはほとんどなく入れられるので、もうどん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 この分野は本当に進化してますので、患者に寄り添った歯科医療を提供し歯の健康をサポートし続ける池田豊。そんな男が掲げる今後の展望とは。やはりこう歯科、医療の分野もそうなんですが、どん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 進んでいくので、それにこう遅れることなくついていきたいと思ってます。そしてやっぱりそういう治療を、当院にお見えになっていただいている患者さんに提供できればと思っています。嬉しいな。そうですね、でも海外で池田先生は最新の技術学ばれてるわけですから、安心して通っていただきたいですね、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は美容鍼灸って言葉、美容鍼灸知ってますか？針はもうずっと受けてますが、はい、治療はね、美容鍼灸。そうです。はい、受けたことあります、はい、ほーら来た。どんな治療を受けました？なんか合ってるか分かんないですけど、お顔とかに針を刺してもらって、でちょっとこうピッとお顔が上がったりとかってするんですよ。今女性が小顔になったり、なんかフワーッと赤く肌つきが良くなったりとか、シワが伸びたりとか、はい、そうです、っていう効果があると言われている美容鍼灸、ちょっとね浸透してきて流行ってきたりしてるんですけれども、次にご紹介するのは美容鍼灸。マッサージを通じて人々の美しさと健康に貢献し、豊かな社会を作っていきたいと考えます。こちらの企業様です。聞いた。
ピッ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 と繋がる。美と健康、その2つの存在は世の女性にとって永遠のテーマであり、その象徴とも呼べる健康的で美しい肌は時代を超えて長く求められ続けてきた。そんな人々が高い関心を持つ綺麗で健康でありたいという願いを美容鍼灸という身近な医療で叶え続ける男がここにいる。一般財団法人日本美容鍼灸マッサージ協会会長代表理事上田隆夫。今回は海外でも高い注目を集める美容鍼灸の伝道師上田隆夫をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。私は小児科の看護師と、その後は救命病棟ですとか、あと集中治療室などの看護師として10年ほどしていきました。はい、もともと小児科病棟にいた時にですね、子供でがんの子がいたんですね、血液のがんで、大学病院だったのでいろいろそういう難病の方がいらっしゃって、でその時に病気の治療もしていくんですけど、その後治療終わったらですね、抗がん剤の後にしびれが出たりするんですよ。でそのしびれっていうのが大学病院でいろいろな薬を投与してもなかなか改善できなくて、最終的にお母さんがさすってるみたいな状態で、僕は足湯とかをしたりとかするぐらいなんですよね。でその時に、その後師匠になる鍼灸師の先生、その方は東大のリハビリテーションの中での鍼灸とかも研修受けた先生で、しびれが改善するのが鍼灸があるよなんていうことを聞いて、あ、そういうものがあるんだと思って、病院の中で取りきれない痛みを何とかしたいなというふうに鍼灸のおぼろげに興味を持ち始めたというのが一番最初ですね。美容ってつけられるのはどういうことなんですか。美容のために鍼と、もともとは僕はそのがん患者さんのケアとかに使いたいっていうものがスタートだったんですけども、一般のクリニック、鍼灸院ではなかなか難しい。その時にアメリカに行ったんですね。でたまたま美容の針というものがあって、何だろうっていうような感じで、なんとなくアメリカに行ったらですね、アメリカの先生が言ってくださった言葉が、看護師もやってそういう針灸もやってるんだったら、私の生徒さんで実は病院に勤めてる方がいて、体調を壊したりとか、肌の色悪くなったりとかしたら、もう友達に会いたくないとかあるじゃないですか。あります、あります。その時に鍼灸師さんが、体調を整える針をすると少し体が楽になる、さらに、お顔に少し針をすると顔色がすごく良くなるんですね。でそうするとなんかこれだったら元気になって、友達と会いたいっていう、こう生きる喜びみたいなのを作ってる、これが鍼灸師だっていうことを聞いて、あ、じゃあ僕が体を整えていく、がん患者さんのケアとかにもなんか貢献したいと思うと、美ってつながってると思ったんですよ。じゃあこれを日本で伝えたいなと思って、日本に持って帰ってきたわけなんですね。針っていうのはあったんですね、アメリカにね。そうですね、実はその中国に渡った中国出身の鍼灸師さんがアメリカで指導したりとか、アメリカはもう4年から6年生の大学化されているんですね。へえ。でも国家資格にもなっていますし、国の政策としてその、いわゆる薬を使わない医療もこう応援していこう、医療費が膨らんでしまうので保険を効かせるようにしたりとか、アメリカの方がややそういう部分では進んでるかもしれないですね。そうですよね。続いては、体調を整えながら美を追求する美容鍼灸の治療法について聞いた。肌の調子が悪いとか、例えばクマがあるとかっていうと、大体ですね、首からの下の問題が多いわけですよ。例えば寝不足だったりとか、ちょっと胃腸が悪かったりとか、でそうすると胃腸が悪いな、胃腸が悪い、今大変なんです、飲みすぎちゃって、いやいや今苦しんでですね、苦しんででそうするとこういうとこにニキビができたりとか、首肩が凝っていて血行が悪くなれば、くすんだりとかするんですけど、そしたら首も改善した方がいいじゃないですか。なので体も整えて顔の張りもするっていうような形でやっています。この美容針って何種類ぐらいあるんですか。大きく分けると、先ほど言った体調を整えながらお顔のケアをしていくという治療の延長線上にあるもの、これが僕が日本に初めて、紹介したものなんですけども、それとやはりいろいろな考え方があって、顔だけにですね針をしていく、ちょっとエステ寄りのものもあったりもします。あとは針の種類でいうと、中国のやり方と日本のやり方っていうのが
あって、まあ、中国のやり方は、いきなり針をこう刺していって、まあ、200本とか刺していくようなやり方なんですけど、ちょっとそれではストレスが激しいので、管というものを使ってですね、これをこう皮膚に当ててやると、まあ、痛くなくできるんですね。これは300年前に日本人が作ったものです。すごい。これは割と世界スタンダードになってます。その中に入れてトン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 って。そうですね。ただあのうちの協会で伝えてるものっていうのはこう針の数が少なくて刺激がなくて安全なものの方が一番いいに決まってるじゃないですか、なので僕の提案してる上田式美容鍼灸とかハリウッド式美容針っていうものなんですけども、それは筋肉を狙うので実は針の数非常に少なくて半眼8本とか6本とかでも少ない、痛みがないんですよ。実はハリウッドの方でも日本人のこう痛くない鍼灸っていうのは結構人気なんですよ。でハリウッドで流行ってる日本の針っていうちょっとダジャレ的な部分と、あとどうしても日本で1300年も歴史があるんですよね。でそうするともう新しいものとしてどういう風に振り向いてもらうかっていうと、じゃあネーミング的にはハリウッド式というものも使うのもありなんじゃないのかなと思って伝えて。なるほど、インパクトもありますしね。まあ、今本当にどんどん増えてきてると思うんですね、美容針って、あ、そう実は、はい、今なんですけど、選ぶときどうしたらいいのか迷うんですよね。やはり針の免許を持てばどこに針をしてもいいわけなので、例えば本を読んだりとか雑誌を見たりとか、まあ、数時間のセミナーを行ってなんとなくで売っちゃってる人っているんですよ。なのでこれだけやっぱり広がっていくといろんな考え方の人たちが増えていくので、問い合わせの時にどういうところでトレーニングを受けているのか、例えば認定を受けているのかとか、協会ではあの認定美容鍼灸師というちゃんとライセンスをあの発行して、まあ、ちゃんと講座を受けた方で安心していける認定治療院という仕組みがあるんですね、それからあの認定美容鍼灸師というライセンスを取った方がいる鍼灸院とかサロンとかホームページも紹介していますので、僕がお墨付きで安全ですよというのはやはりそういったところの認定治療院ですとか認定美容鍼灸師さんですねのところに行っていただくのが一番安全かなと思います。美容鍼灸のメリットデメリットっていうとどう思いますか？メリットっていうのは、はい、まあ、即効性があるとかっていうのを言っていただくこともあり、まあ、個人差はあるんですけどもね、まあ、針をすることによって、まあ、血流が良くなるので、まあ、肌がすっきりしたように見えたりとか、あとはコラーゲンが出るのでこうプルプルになったりとか、あと筋肉のケアするのでこう筋肉の表情が豊かになったりとかするので、だいたい見た目年齢でまあ5歳から10歳ぐらい若返ったように見えたっていうふうに褒められたっていう声が。すごいじゃん。じゃあ男性もいいですね。男性も増えてきてますね。増えてきましたね、はい。デメリットの部分はやはりあの血の流れが良くなったりするので、温泉に長く入ったようなちょっとこうぼーっとのぼせたような感じになったりとか、まあお顔なのでまあ綺麗になろうと思って行った時にですね、まあ内出血とかまあ青あざっぽくなることがあるんですけども、大体それも上田式の場合はまあできても数ミリぐらいなので、大体3、4日ぐらいで吸収されますし、長くても2週間ぐらいで吸収されますので、まあ、できてしまった時の対処法なども伝えていますので、まあ、そこに対しては対策の方では協会としてまあ提案しているので、まあ、安心して受けていただいております。協会の実績としてはどうですか？来年10周年なんですけども、まあ、認定美容鍼灸師さんという方をですね、まあ、300人育成してきているのと、それ以外に講習会もやっていますので、3000人ぐらいにこう、まあ、正しい美容針っていうのを教えさせていただいているのと、海外でも講演を今させていただいていて、まあ、バルセロナですとか、あとは台湾ですとか、あと今年カリフォルニアでも講演予定なんですね。ここで番組 MC 宮澤ミシェルが上田の実践する針治療を実際に体験。これ実は刺さない針なんですよ。ほう、これも針なんですよ実は。あ、そうなんですか。ブローチか何かかなと思ってました。そうそう、もうブローチだと思ってました。例えばですね、はい、ちょっとこうまっすぐなっていた首だけでこちら側を向いていた、ね、結構首硬いですね。いや、へー、勝手に反対側向いて、こっちはまあいいんですけど、右がいかない、こっちの方がね多分痛いのはこっち側なんだけどこっち行かないですね。でここでですね、ここに、え、手なんだ、ここがあるんです。痛いですか、ミシェルさん？これで大丈夫です。これで右向いてみてください。お、割と行けますね。さっきより行けますね。こういったところにツボがあるんですね、首を楽にするツボ。手にあるんですか。で例えば首が良くなれば、まあね、顔と体って首でつながってますので、肩もすっきりすれば顔色もすっきりします、ね、
美容鍼灸という現代のニーズに合わせた治療法で美しさと健康を保ちながらより豊かな社会を目指す上田隆夫。そんな男が見据える今後の展望とは。今の協会の理念っていうのはやっぱり鍼灸、美容鍼灸だけなく鍼灸を通じて健康ですとか肌に悩む方をゼロにして幸せにして、その笑顔ですね、幸せだなという笑顔を、幸せの伝播で笑顔あふれる社会を作りたいなと思ってるんです、女性が心満たされて笑顔だったら何も悪いことないです、悪いことないですね助かりますね、男の人として本当に、はい、やっぱり女性が元気になることが日本世界を元気にするなと思ってます。今の話につながってくると思うんですが、今後の目標っていうとどういったものを考えてますか。目標ですね、やはり鍼灸っていうものが、予防医学といいますか養生法として生活の一部になってほしいなというのがあります。あと、僕は鍼灸の再定義をしたいなと思っているんですけども。再定義、受けた方は分かるんですけども、例えば受けてみたらって言うと痛いでしょう、怪しいでしょう、怖いっていうこの 3本ネガティブがあるんですね。その中を、意外と明るいイメージで、身近なもので、そして改善するっていうことを実感いただいてる、あれっていいよって思っていただける、そういうふうに鍼灸のイメージを変えていきたいと思ってるんですね。そういうふうにしていくと業界も活性化しますし、国民の方も喜んでいただけるかなと思ってます。目標としてはやっぱりそれを実現していくためにはやはり施術者を増やさなくてはいけないので、やっぱりちゃんと施術ができる人を、5年計画で大体3000人ぐらいを育成していて、安心して買えるサロンを300人ですね作っていく、それから海外でもインストラクターっていうのを作っていきますので、できれば3万人世界で施術できる人を作るっていうのを目標として掲げています。最後になりますけれども、上田さんの格言を。行動しなければ結果なしっていうところで、何も海外でやることもですね、行動しなかったらこの結果も出ないので、そうすると行動して結果が出ると皆さんが気づいてくれて、その中で自分の気づきがあるので、また次の行動につながるというところで、行動なければ結果なしっていうことを自分に言い聞かせて、いろいろ恐怖もありますけども立ち向かうっていうところですね。そういうことだよね。先生のなんか迫力に圧倒されてたけどもね、いろんなググっていう右曲がるようになりました今後のご活躍を期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。議定書では2008年から2012年の5年間で1990年に比べて先進国全体で 5% の削減を目指すことになり、アメリカが離脱する事態にはなったものの、世界全体の排出量は減るどころか逆に5割も増え、京都議定書は残念ながら期待通りの成果を出せなかった。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、エコスタイルの挑戦。この本は2008年11月に株式会社エコスタイルの社長に就任した木下正隆さんが、当時金なしコネなしの中、背水の陣で再スタート、一大決心して太陽光発電ビジネスへの転機を図り、成功するまでの道のりを綴った一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。